それではボートレース大村の展望番組をお届けしていきます。本日も解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷昭徳記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ミッドナイトボートレースフィフスイン大村、本日5日目を迎えました。さあ長谷さん、今節は7日間のロングシリーズということで、本日準優進出戦が行われるわけなんですけれども、昨日までで予選を終えまして、ベスト24が出揃ったわけなんですけれども、さあ上位混戦でしたね。そうですね、はい、はい、さあ最後の最後まで入れ替わりが激しかったんですけれども、さあそんな中トップ通過をしたのは佐々木選手となりました。佐々木寛太選手がねトップになりましたね、はい、昨日連勝してね、うん、はい、佐々木選手足はいかがでしょう。本人はね、普通くらいで言ってて、もう全然大したことないですよと言ってますね。はい、うん、ただしっかりトップ通過を出したということで、はい、さあそして2位には笠原選手がつけていますね。昨日1回走りだったけどね、はい、まさか4着になるとは思わなかったんですよね、うん、ちょっと痛い4着でしたねあれは。はい、さあそして3位は松山選手となりました。はい、さあ松山選手3日目終了時点では得点率10位となっていましたけれども、ジャンプアップ大きくジャンプアップしましたね。はい、ました。さあそして4位には地元赤坂選手と入っております。さあこの4選手が本日第8レースから11レースで行われる準優進出戦で1号艇で登場予定となっております。はい、さあただね、上位はしっかり A1 の選手が、そうですよね、はい、このような形となりましたね。うん、さあそしてボーダーなんですけれども 5.50 となりまして、福田選手が滑り込む形となりました。さあそして明日準優勝戦が行われるわけなんですけれども、はい、本日行われる準優進出戦におきまして、まず4着に入ることが条件、4着までに入らないとダメだよね、はい、はい、条件となりますね。さあそして5着の選手の中から予選得点率が高い2名が、準優勝戦へと進む形となります。だから ね、はい、昨日までの、ね、予選で、ね、1位2位だったけど、今日で6着取ったらもう一発アウトですからね。はい、さあ明日行われる準優勝戦に進むのは誰になるのか、そちらもご注目いただきながら最終レースまでお楽しみください。さあそして本日も長谷さんには2レース予想を挙げていただいております。さあまずは1つ目のフリップご覧ください。さあ1つ目のレース、11対11レース準優進出戦を挙げていただいております。注目ポイントです。予選トップの佐々木寛太選手、ゴールまで1位で完走するぞと挙げていただきました。ね、準優進出戦だけじゃなくて、まだ、ね、次準優勝戦がありますからね、うん、だから準優勝戦の1号艇取るためにもここはしっかり勝たなきゃいけませんからね。そうですね、はい、さあ1号艇佐々木選手、2号艇空選手、うん、トップルーキーが内枠で登場しますね。そうですね、やっぱり勢いのある若手っていうのは強いですよね、はい、ただ先ほど言いましたように1号で佐々木選手は船していては普通、大したことないなってコメントはあんま良くないですよね、はい、見た感じは決して悪くないんですけどね、はい、僕の印象では船足を重視してるので、出足とかはそんなにいいわけじゃないかな、普通はあるんだけどね、はい、出足が抜群ですよ、出足じゃないですよ、だから直線ちょっと強めかなって気がしますね、はい、逆になんか2号で佐々選手はなんかねすごくタイム出てるんですよね、周回タイム、周回転タイムとかボロボロだから、いつもターン回り系がしっかりしてるなという感じがしますよね、うん、なるほど。ただね、一番出てるこの3号艇松江光也選手なんですよ、はい、なんか本人も全権クラスすごく好感触でね、うん、昨日がレース終わってもいや道中の足これすごいですよ、立ち上がりがすごいって。あ、そうなんですね。だからもう船足にはすごい自信持ってますね、はい、4号艇吉川選手は乗りづらさがあるのが気になるって言ってましたね、はい、足そのもの悪くない、だから乗りづらさがあるのでちょっとそれがレースに影響してる感じはしますね。なるほど。そしてね、5番の、ね、はい、平瀬選手は出足回るし、これいいと思いますよ、はい、もう結構あの回って押してますよね、うん、6番福田選手は行き足とかはいいと思います。ただ、はい、ここに入るとあんまり目立ちはしないですけど、中の上は十分にありますよね。なるほど、はい、進入もね枠慣れでしょうね、まあ、3対3になるんだろうなと思いますけどね、はい、さあ佐々木選手がまあインからしっかり、ね、スタートと、ね、決めて押していたいですね。今インは12走連続2連対中、ただ、はい、
ここは澤田選手が平均スタートが早いんですよね、うん、だから彼がやっぱ一番怖いですよね。そうですね、澤田選手がすんなり差しだけじゃないんです。彼ね、二コースでね、今年ね、はい、まくり勝ちと差し勝ちが半々なんですよ、実は二コースが。あ、そうなんですね。だから怖い存在ですよね。はい、だから2の動き見ながら3がどうするかなんですよね、うん、足がいいだけで、まあ、3も十分ありますよね、はい、ただねレースのうまさ吉川選手乗り心地さえ良くなればね十分レースできますけどね。でここはやっぱりね1と2の争いで1が逃げた場合も、はい、1、2が有力と思うんですけど一応抑えるつもりで2の3着も入れておきましょうかというフォーカス、はい、そしてね、うん、1番がちょっと自分の中では伸び方っぽく見えてるので2番の逆転2-1まで行きましょうかというフォーカスですね。なるほど。さあ買い目ですが1番2番からの折り返しから3着3番4番そして1番の頭から2着3番4番3着に2番ということで挙げていただいております。そう5番と6番入ってませんけどね、はい、近況10走で見るとあんまり5コース6コースから特にね、5番の北選手は最近10走でいうと5コースが、ね、1着なし1着2着がなくて3着が1回あるだけなんですよね、うん、逆に平均スタートが入ると6番福田選手なんていうのはちょっとね3着とか狙ったら面白いかなとは思ったんですけど、はい、ちょっとねコースも遠いってことでね、ここは買い目には入ってません。はい、ありがとうございます。さあそしてここ狙い目も挙げていただきました。いや松井選手がえらいコメントが良くてレース見てもすごい力強いんですよ、はい、だから2の動きがどうなのかな。2がまくっていった時は刺せるし、はい、2が刺しになったらまくり出しもあるしってことでね、うん、あの足がいいってことで3の頭からまあ、まくり出しとか差しになるとは思いますので1が残すでしょう、はい、うん、まあ、一応念のために3着まで入れておこうというフォーカスですね。はい、さあここ狙い目は3号艇松井選手の頭ということで3の頭から2着に1番そして3着2番4番ここ1、2、3着折り返しということで挙げていただいております、はい、さあ第11レースについてこのように展開予想を挙げていただいております。ぜひ参考にされてお楽しみください。さあそれでは長谷さん、はい、このコーナー行きたいと思います。せーの、困った時の長谷田の海。さあ長谷さん今日は準優勝進出戦4レースあるわけなんですけれども、はい、さあ今日はどのレース挙げていただいたんでしょうか。続いてのフリップご覧ください。さあ本日の長谷田の海第9レース準優進出戦を挙げていただいております。はい、進出戦はねメンバー的にね 1,2 号艇が全部、まあ、4つのレースが A1 なんですよね、はい、やはり1号艇が人気になるんですけどちょっとここはちょっとそうはいかないかもしれないというふうに思いましたね。こう出してみました、うん、さあここ進入からちょっと動きがあるっていうか3が参加とするぐらいじゃないですか、はい、下田も、ね、F 持ちなんであんまり毎月行ってもなって言われてたんでね動くことはあんまりないと思うので、うん、まあ進入は動きというか3が参加とするっていうぐらいでしょうね、はい、ただ水間君がね3が加とするなら俺も2カドはちょっとはないとは思うんですけどね、うん、でも3にすんなり3加とには刺したくないでしょうね気持ちはね、はい、やっぱり、水間選手もねまくり屋さんですからね基本的には。さあそしてね松山選手本命と挙げていただいておりますけれども、はい、あここはですね、2番3番4番6番がフライング持ちなわけですよ、はい、だからあのあそこ解明に書いたように松山が質のいいスタートを決めた速攻というところですよね、うん、松山選手ね前検日はあまり良くなかったんですけど3日目あたりから伸び型になってますね。本人聞いたら、まあ、伸びを求めて調整してるんですけどその分出足はちょっと犠牲になってるかもしれませんけどねとは言ってますけど、ね、でも、はい、足としては気配上向いてますね。ここで先ほど言ったように2番3番4番がフライング持ち、まあ、藤山選手は3がどうか怖いんですけど、はい、平均スタート見たらやっぱりね松山選手が速いんでね、うん、ここはもうチャンスだと思いますね、今年のインの1着率は 69.7% だからもうねほぼ 70% ですからね。そうですね、9走連続2連対中ここはチャンスなのでスタート決めて先に押し切る、はい、そしてやっぱ伸びてるのは藤山選手。ただ水間選手は全体的にバランスが取れて中の上手いた、うん、今節は伸び方には調整やってないらしいですかね、はい、うん、だから今日は今節はバランス型でそういう足
ただね、4番の小葉選手がこれ回り足、出足が抜群なんですよ、すごくいい、はい、だからここはね、内側こ松山選手はと結構ライバルこれ多いですよね。そうですね、だからね、足直線重視で3を対抗にしますけど、まあ、水間選手も2コースから粘るしね、はい、2番3番どっちか握ってくれたら3、ね、展開向こう4番ですからね、うん、だからこれフォーカスは1から3、2、4って入れてます。ただね、はい、藤山選手今年は3コースからもちろん1着が一番多いんですけど、2着8回、3着3回ってあるけど、直近10走でいうとね、1着6回に対して2着1回、3着0回、着外3回だから、あんまり2、3着がないんですよね。そうなんですね。だから3が飛んだ場合の1、2、4、1、4にもあると思うので、こういったフォーカスになってます。はい、さあまず買い目ですけれども、 1番の頭から2、3着に3番、2番、4番ということで挙げていただいております。さあそしてこちらも狙い目挙げていただいておりますが、やはり注目はね、ここはね、マクリアのね、藤山選手ですね、うん、あのミッドナイトの売り上げ見ると、もちろんね、一番ラストの12レースがね、一番もうね、皆さん注目されてるんですけどね、ただ藤山選手の出るレースはやっぱこれ売り上げこれいいんですよね、うん、だから皆さんも注目されてるってことで、こう9レースを出したわけですよ。なるほど。昨日は三角戸戦スタート遅れましたね、はい、でした。まあ、内側もしっかりスタートいったっていうのもありますけどね、ただ藤山選手のレース後、自分がしっかりスタート行っていればまくれたと思いますよ、あ、そのぐらいの伸びになって、はい、そうなんですね、うん、だからあとは1が2よりもどこまで藤山選手が行けるか、はい、胴体行ければ出ていくような足ですよ、うん、コース見てるとね、スリッと過ぎてからグイグイグイって出てますからね、はい、やはりまくりを狙うのは3番でしょう。無理や、うん、無理くりにまくり行く可能性ありますよね、はい、じゃあその時展開向くのは小葉選手ですよ、うん、さっき言ったように出足回しコンセプトいいからね、はい、そしてフライング休みでもスタートはしっかりいけてる、ついてこいよというところですよね、うん、そうですね。だから3がまくれば4が展開向くのは4のまず2、3着ですよね、はい、でも6番の島田選手はあんまり6コースからフラゲに絡まないんですよね、最近は。今節6コースが1か3着ありますよね。だから2着はちょっと遠いかと思ってるので、はい、2着の中に6は入れていません、はい、ただ3がまくっていって内が抵抗してくれたら4の差しもあるのでね、4、3も入れておきましょう、はい、うん、ということで狙い目なんですけれども、3番4番の1、2着折り返しから3着は流し、そして3番の頭から2着1番、2番、5番、そして3着には4番ということで挙げていただいております、ね、だからここはね、1の頭か3の頭かと思うんですけど、はい、3に対してこう1と2番が抵抗した場合というのはね、うん、もう4とか5とか6展開向くけど、一番向きやすいのは4番かなと気がしますけどね。そうですね、はい、さあ困った時の長谷田の実第9レースを挙げていただきました。ぜひ参考にされてお楽しみください。ということで本日も解説をしていただきましたのは、スポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。